栃木県でお米の集荷販売そして農業を営んでいます柳です。120年前から農業を営んでいます。私で4代目になります。農薬を散布するにあたり、今までは噴霧器で散布したり管理器を使って散布しますけれども、管理器で散布するにはセーフティーローダーに乗せまして移動したりするものですから、なかなか時間がかかる作業です。 MG1 は大変軽く軽量という中で、一人でも軽トラに積むことができ、水洗いが可能で簡単に手入れができます。大変、農作業が楽になりました。本山哲夫です。産業用無人ヘリコプターのオペレーターをしています。 MG1 による飛行中の音がとても静かで、早朝や民家付近での飛行がやりやすくなったと感じています。 MG1 に搭載されたレーダーによって作物場の高さが一定に保たれ、散布ムラの軽減になると考えています。従来までの管理機での作業では土壌汚染を防ぐために管理区の洗浄を行い、次の補助に入ります。MG1 ではその作業の必要性がなくなり、効率的また衛生的に散布作業が行えると思います。管理機による散布作業では1ヘクタールあたり30分程度、 MG1 では1ヘクタールあたり10分程度の散布作業で終了できます。管理機に比べとても効率的だと思いました。多くの農家の皆様がですね、このドローンに期待されていると思うんですが、この導入に際してですね、不安を抱えている皆さんたくさんいらっしゃると思います。しかしですね、我々この導入にあたって飛行訓練またその講習プログラム、こういったものをしっかり準備してですね、皆様をサポートするというような体制ができております。また購入後のですね、メンテナンス、そういったものも認定整備工場、こういったものでサポートしていくことになっております。メーカー代理店を通じてですね、皆様に安心して使っていただけるように努力してまいります。 MG1 は操作が容易で短時間の訓練で農薬散布作業ができます。 MG1 を使って今後も農業の効率化を進めてまいります。